大人気キャラやってるじゃないですか。その前にさっきもおっしゃってましたけど、やっぱ大変ですか、アニメは。あのね、こう声だけで表現するって大変ですね。あのやっぱりもうアニメがやっぱ相当動きもでか、なんていうの、激しいし、激しい口頭向けなことが出てくるから、うん、普通にやってもこう合わないんだよね。もうとにかくもう大きく大げさにやらないと、だって喋ってると酸欠なんですよね。カネロバカネロハンガハンボーとかなるから。知らないんだよ、最近の人知らないの。しかも地元が雷なんですよ。そうだよな。普通に量産どら焼きとか、銅像も立ってる、銅像もあるし、普通に観光客とかたまに来るんですよ。ラサールさんだったんですか。俺がやってたんだよ。すげー。じゃあ予告編を。ぶちゃー、で新年会がないんですか。ちくしょう、こうなったら絶対に新年会をやってやる。次回爆笑新年会よろしくな。猫ちゃんだね。この後もテレビでめったに見られないあのキャラの声の主が続々顔出し。俺が天才バスケットマン佐々木だ。本当だ。